かっこいい大人になるために一緒に学びましょう。よっしゃやろうか。夜遅くの騒音、そやね、うるさくて寝れへんからあかん。むやみに物を壊す、危なくてしゃあないな。タバコのポイ捨て、マッチを汚したらあかんな。タバコは決められたところです。そう、それが大人のルールっちもんや。かっこいい大人の条件、それはどんなことしてでも守り抜いてやんなきゃよ。その通りや、決まったな。さあみんなもちゃんとルールを守りましょう。そしてかっこいい大人になって映画「爆薬ファミリア」を劇場で見てくださいね。よろしくお願いいたします。俺らみんな家族なんだからよ。笑え。時代は変わったんだ。いつまでズブズブしてんだ俺たち。もう始めようぜ。皆殺しに戻ったんだよ。家族の一人も守れねえでよ。愛してるじゃねえぞ。ですわ。違くねえか。家族に寂しい思いさせちゃいけねえって。死ぬほどきついの一発だ。終わらせっからよ全部。そんな簡単なことじゃねえんだよ。じゃあどうすりゃいいんだ。傷だらけの大人たちが見せる絆の物語。あの子自由にしてやってくれ。爆薬ファミリア。どんなことしてでも守り抜いてやんなきゃよ。